はい、今日もよろしくお願いします。令和5年度名古屋場所の千秋楽が、終わりました。まずですね、新入幕の、湘南の海、今日妙義龍戦に勝てば、3勝ですね、敢闘賞を受賞できるということでしたね。今日湘南の海がはたき込みで勝って10勝5敗とね、2桁勝利しました。新入幕で敢闘賞受賞ということでね、おめでとうございます。そして豪ノ山ですね、こちらも新入幕なんですけれども、今日は玉鷲戦ですね。豪ノ山も今日勝てば、敢闘賞受賞ということで、今日はね、玉鷲にね、押された場面もあったんですけれどもね、最後玉鷲が我慢できずにね、引いたところね、豪ノ山はね、もう押し続けましたね。豪ノ山も10勝5敗2桁勝利で、新入幕の、敢闘賞受賞ということでおめでとうございます。そしてね、錦木と北勝富士ですね、この名古屋場所をね、盛り上げた2人ですけれどもね、北勝富士がね、左からね、下から左から攻めて、最後は引き落としてね、今日勝って12勝3敗ということで、優勝決定戦の方に回りましたね。この時点でね、豊昇龍と伯桜鵬のね、勝者とね、優勝決定戦ということでね、錦木は10勝5敗となってしまったんですけれども、殊勲賞を獲得しました。おめでとうございます。はい、そしてね、琴ノ若と竜電戦が、組まれましたけれどもね、琴ノ若は、今日ね、この相撲に勝てば敢闘賞獲得ということだったんですけれどもね、今日勝ちましたね。11勝4敗と、星を伸ばして敢闘賞獲得ですね。来場所関脇今度は上がれると思うんですけれどもね、はい。そして、朝乃山と若元春、朝乃山はね、途中で、休場もあったんですけれども、なんとか今日若元春に勝って勝ち越しましたね。逆にね、若元春はね、残念ながら、2桁には乗らず9勝止まりと、なりました。はい。そしてね、今日何と言っても一番の注目の相撲は、豊昇龍とね、伯桜鵬だったと思うんですけれどもね、もう仕切りの時からね、もう睨み合いがもうすごかったですね。ちょっと怖かったですけど見てて、はい。勝負の方はね、あっさり決まってしまいましたね。豊昇龍がね、右の上手を取って、上手投げでね、本当一瞬の勝負でしたね。豊昇龍がね、優勝決定戦に進みました。そしてね、敢闘賞もね、受賞ということでおめでとうございます。伯桜鵬もね、今日敗れはしましたけれども、新入幕で11勝4敗でね、しかもこれより三役に登場するんですからね、素晴らしい活躍でしたね。敢闘賞と、技能賞ですね、獲得しました。おめでとうございます。はい、そしてね、いよいよ、優勝決定戦なんですけれどもね、豊昇龍と北勝富士の、対決となりました。北勝富士がね、ちょっとね、今日は回し取れなかったですね。で、我慢できなかったんですかね、引いてしまったところね。舞の海さんも解説で我慢できなかったんでしょうね、みたいに言ってましたけれどもね、そこをね、豊昇龍がそのままついていって、勝ったという相撲でしたね。豊昇龍が初優勝と。そしてね、12勝3敗で、優勝しましたので、あのね、大関の目安となる33勝っていうね、数字にも届きましたし、優勝というのもつきましたので、まあ、ほぼ確実にね、来場所は大関になるだろうと思われます。はい、ということで、令和5年度名古屋場所は豊昇龍の優勝で幕を閉じました。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。